どうも、握力向上委員会マークタノサです。何かを頑張っている時、必ずこんなことを思います。疲れた、もうダメだと。でその頑張っていることをやめて休憩したり、やめてしまったりします。なんで疲れたって思ってしまうのか、ランニングに例えて考えてみると2つ理由があります。1つは精神的疲労。頭の中でこんなに頑張ったんだからもういいだろう、足が疲れてきたからもう休んだ方がいいだろうと考えてしまうこと。もう1つは肉体的疲労。走りたくてももう足が上がらない、足がついてこないと。冷静に考えてみると、肉体的疲労だったらどうしようもないですけど、精神的疲労ならばもう少し頑張れることがわかると思います。でそしてこのね、2つの疲労、不幸なことにですね、なんと精神的疲労が先に出てしまうとのことなんですよ。つまりランニングしてると疲れた、もう休もうと考えている時、実はまだ肉体的には走れるんです。まだ頑張れるのにそこでやめてしまっている、なんてこった。もしテレビゲームみたいに体力が数値で分かってるなら、まだ HP が60残ってるから顔色悪いけどもう少し頑張れるな、戦えるなとか簡単に分かるけど、それがないんですよ。でもこの精神的疲労と肉体的疲労の関係が分かると、あとは自分との戦いなんです。今まで諦めていたこのところでも、これは俺の限界じゃない、まだできるんだと考えることができるのでもないだろうか。もちろん頑張りすぎることは危険だけれど、今一度自分の限界について考えることも必要なのではないか。ギターの練習していてももうこの辺でいいかな、あとは明日にしようと思う時があるのかもしれないけど、あと10分練習してみてよ、ほらまだ弾けたじゃないかと。その繰り返しが他の人との差につながるのだ。握力向上委員会マークタノサでした。次回の動画もお楽しみに。バイ。